皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。最近ね、対処にめちゃくちゃ困るキャラ使っていきます。で、今回はあえてニジバッチを使わずにいきます。はい、チビホア。チビホアね、ニジバッチ取れるならめちゃくちゃおすすめなんですよ。超強いんですよ、チビホアのニジバッチ。本当に強いですよ。どうしようもないぐらい強いですけど、もうニジバッチ取れるなら絶対もうみんなに育成してほしいレベルで強いんですけど、最近ね、チビホアがね、ニジバッチじゃなくても意外と強いんじゃねえかっていうね、説が出てきてて、でも実際チビホはニジバッチによって性能が激変するんで、絶対にニジ取ってほしいんですよ、育てるならね、使うならば。でもこのキャラ別にニジじゃなくても悪くないぞって感じなんですよ。つまり何が言いたいかというと、ニジバッチは取ってほしいんだけど、もしニジが引けなくても別に悪くないって、それよくねって話なんですよ。ニジじゃなきゃ絶対ダメで他弱いよみたいなさ、要はそのカネキタイプって嫌じゃないですか。あれではない、あのタイプではないから、おいいじゃんいいじゃんって話なんですよね。サイクロンで引き込んでケルベオでやりましょうか。灼熱で燃やしてるけど、これ多分親心打たれるな。いて、これマジでやばすぎ。灼熱でかすぎー。やべえねけ、それあと一発で惜しい。やりけん、やりきれんけど、めっちゃ減ったな。いいぞ、ここでパンダ一回抑えるか。ここでパンダ一回抑えて、ここサイクロン狙いに行って、あ、なんかそんな感じか。ちょっとコスト使うか。使いに行きます。取りましょう。パンで行こうか。壁あるわ。取れればよし。いや、ここはあれだな。一回、剣士飛ばしして。はい。こんな感じで行こうか。さあ、OK。いけますね。まあ、チビホはちょっと今回ね、あまり刺さなかったですね。て理由も、アーチャーがいたんで、アーチャーに容赦ないね、チビホって。かなり苦しいですね、アーチャーは。ただまあやれたんじゃないですか。ナイス処理。この子がね、まあ、アーチャーは苦手なんでしゃあない。これはもう例外なんですけど、そうじゃない時に普通に強いですよね。まあ続きましょう。はい、それでは参りましょう。チビホアのね、バッチなしでやっていきましょうか。いや、もちろん虹バッチ超強いから、虹は絶対取るべき、取るべきなんですけど、虹引いてない時にも強いってことが分かれば、だいぶね、虹を狙いに行けるんじゃないかなと思います。虹引けないときマジ弱いか、カネキタイプか、じゃあ使いたくねえな、みたいなの嫌じゃないですか。なので、虹じゃなくても強いところを見せましょう。あ、ちなみに余談ですけど、パンダの虹はクソ強いです。まあ、毎回話してますけどね、パンダの虹マジちょっと強すぎるんで、絶対取ってほしいですね。どうか。まあこれ、トリデオを最初削るのにパンダ切ってもいいんですけど、あ、パンダから行こうか。じゃあ、パンダから行きます。あ、レドルガール、なるほど。レドガか、どうしようかな。ミノガから行、いや、サタンでいいや。行きます。こっち、病院行きましょう。ネタトバ来たね。おいしいおいしい。これね、ドハツテン打てないやつね。めちゃめちゃ強いわ。さあ、ここね、壁張りつつやっていきましょうか。チビホアも出して、こんな感じか。さあ、ここで押さえて一方取り続けて、ちょっとあれかなりめんどくさいんで、 OKOK、 流してくれて、でもあれはパンダで見れるんで大丈夫ですね。取りましょう。まあ、ここマンドラいるんで、マンドラ見ましょう。サイ張って、後ろは多分大丈夫と思うけど、あ、2体いんだこれ。 OK、 あのマンダラもするでいいですね。このチビはもう止められないですよ。キャラ的に止められるキャラがいないですね、相手潰して止めます。はい、これで飛び上がる。飛び上がっただけで相手のキャラもスルーできて放置できるんで、これがやばいんですよね。ここだけ妨害しますか。やられないとは思いますけど、やられたくないんで、ミノが助けてあげて、感謝と、ありがとうございました。チビホアがね、空に飛び上がるタイミング、まあ、あれでなんかもう、勝利できなくなって相手が嫌がって大型切ってくるみたいなパターン、めっちゃあるっすね。さてと、チビホアのバッチなし、
もう結構早めに切っちゃおうかな。で、チビホワの待ちなしいいところもう一個上げると、ワイダやれるんですよね。これめっちゃでかくて。ワイダの位置をまず大技のラインからずらすこともできるし。で、なおかつ、これチビホワめちゃめちゃ、チビホワを軸にしなきゃならない説あるぞ、ここの札。いいんじゃない札として。わかりやすいかも。そう、なおかつ、ワイダをタイマンで処理できるっていうチビホワは。それがめちゃめちゃいいところ。3位行こうかな。2位行くか。下3位に行って、あ、リンコ下来ちゃったな。取れるか分かんないな、これ。取れれば、この裏技剣士がそのままね。あ、取れるな、これ。こう、フランケン行って。オッケーオッケー。処理して剣士裏取ってるでしょ。オッケーオッケー。あ、めんどくせえなあいつ。つえーレドラ強すぎる。アリンコの裏技かあれ。いいね平井心。あ、もうこれブルガに回されるね。もうしょうがない。まあでも引き込みましょうか。これは引き込めるからね。あ、これでバッタシもね、ラインもずらしてひとまとめにして大砲撃って弾いて、さあ、ブルーが、回して、あれ最悪。ずれた。最悪だわ。やらかした。まあ、ひとまずこうやれればいい。うん。ヒュドラは切ってるけど、メタドラなんだよな。やばいんだよな、メタドラは。メタドラはね、やれないんですよ。普段的に。なので、ひとまずこう赤ずきんで一回押さえて、ここを押さえましょう。後ろ首止まってないんですけど、多分止めてくると思うんで、この後っすね。サイ行って、これメタドラに勝てないんですよね。タイマン。こう殴りに行きます。殴りガチに行くわ。こう壁張んなきゃいけない。チビホは掴まれてんの、えぐ。まあ、一応これ剣士剥がせればひとまずは大丈夫。したらあとこれ剣士やれると思う。あとはオッケーオッケー。さあ前だね、前。楽勝いけんじゃないか、ワンちゃんこれ。いやでもどうだろう、おやつ投げちゃうかな。落として、はい、オッケー。何度か勝ちましたね。危なかった。なんか取られたわ。ヒュドラずれちゃった。ありがとうございました。はい、やっていきましょう。チビホアもね、まあいいところの話をするならば。まあそうですね、基本的にチビホアさんは、もう軸をずらしてっていうのが一番の仕事。で、次に、一方的に殴れるってとこですね。マジ一方的に殴るの本当に強くて、もちろんね、相手のキャラが硬かったりとかすると、その1回のスキルで倒すとかは無理なんですけど、相手のキャラ次第では、サイクロンのダメージからの飛び上がりからのいっぱいのバン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 で連打で倒しきることできるんですよ。ノーダメージで狩れるんでやばいっすね、普通に。で、その後、チビホがまた着陸して、着陸後にそのチビホが処理されないと、またね、殴りまくるんで。それがやばい。取って、まず鬼子からいきますか。ああ、そんな感じか、これ。ちょ、これ、だるいな、あいつが。ビートルがだるい。来たね、尾形。早いね。じゃあ、豆拾って、チビフォアも出して、さあ、ガリ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 与えに行こうか、ダメージ。豆も出して、爆発狙って、狩られるかもしれないけど、狩る。掘った、でかっ。ダブルケルベでこう見て、こう、おにんこで見るじゃん。で、これ多分ケルベ来るんで。あ、来たけど、どっかいた。マジかよ。ケルベ頑張れ。こいじゃ無理だな。まあ、こう肉でいくか。まあ、ビート出るんでね、結構勝つはちゃうんですけど。こことかも、場合によっては、チビホがね、今無理だったけど、初手で打ったりとかすると、そのまま破壊できますね。まあ、今のは無理でしたけど、まあ、しょうがないですね。まあ、全然拾えねえんだよな、裏技検証置いても。はい。どう行こうかな。そこか。じゃあ、ここだな。
例えばこことかも、あー来ちゃった、よくねー、よくねーな、これ方向しちゃうねー、方向されると強いんだよな。まあ一応爆発で倒しますけど、さあ剣士ね拾ってあげたいっすね。さあ拾って爆発狙っていく。まあサイから行くか、とりあえずねサイから行って豆拾いに行ってケルベ置いて、ケルベ来るんでケルベで妨害して、コルナ君いるけど、さあケルベが移動して頑張ってはいる、爆発する。さあこのサイがどうなるか、ここでねコルナの位置をずらせたら完璧、ずらせないですね、同じ敵に飛びまくる。剣士に飛びづらいんだっけ。というわけでワンパンギリ入らずっすね、残念。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。チビフォアですね、今回バチなしで使ってきました。虹バチとの性能のね格差は確かにすごいです。すごいんですけど、まあ、バチなしでも別に弱くはないんですよね。金木みたいな感じではない。バチなくてもちゃんと仕事を持てるっていう感じ。まあもちろんね、あのアーチャー引かれてしまうとか、ビートルの一騎打ちを狙われてしまうとか、いろいろね、あるとは思うんですけど、あとベビー出されたりとかするとマジきついですよね。今回出せなかったかな。出せなかったと思うけど。ただね、基本的にやっぱそのサイクロン一回で飛び上がって、そのままね、一方的に殴り続ける。で、処理がきつくて、大型を切るしかないみたいな状況に持っていける。これがめちゃめちゃでかいんですよね。大型だったらやっぱ、あの、地区同時が多いんで、チビホワゴでやれるよっていうシーンはあると思うんですけど、チビホワゴを召喚することによって、あ、中型ジムリーで大型切ろうっていうシーンがね、たくさん生まれてるんですよ。だからチビフォア単体でめちゃめちゃ頑張ってるっていう風に思えないかもしれないけど、チビフォアのおかげで試合が動いていて、相手に大型を切らせられてるって可能性はめちゃくちゃあります。っていうのもチビフォアのいいところかなと思います。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。